はい、今私がいるところはね、灰から通り、ちょうどね、正面がね、納屋通りなんです。納屋通り行こうと思ったけど、こっちに行こう。こっちはですね、電車通りからの丸屋ガーデンズの方に、出る道なんですよ。こっちはでしょうかね。今日はですね、2023年5月の14日、時刻はね、4時40分。あんまコメントをせんというようにいきましょうかね。いやね、コメントをするとですね、私はいつも言うみたいに、業者さん目線で見た人手を言うんですよね。人の通りというかですよ、こっちに来てちょうだいよっていう感じで見るとですね、ちょっと感情的になりますからね。よく感情的にで怒るんじゃないですか。ちょっと嘆きに近いような形になるんですよ。で、あ、ここは結構人がいるね。こっち側結構人がいましたね。問題はね、買い物袋、いや、買い物ショートでどんなのをね、下げてるか。車の中からですね、分かるあれとですね、それからの車の中では分からないあれがありますからね。こっちから縦方向から見ると人がいっぱいいるみたいに見えるんですよ。でもね、間がね、本当ね、もう現状そのまま言うとね、間はスカスカ。こっちのね、伊豆路通りの電停、こっちの向こう側ですね、こういう感じ。こっちから行こう、こっちから内場に行こうかな。ちょっと待ってね、この、あ、こんばんは、行こう。いやいや、あれを ND フィルター、いや、PL フィルターちょっとあれしようかなと思ってて、もうそのまま内部戦時続けた方がですね、映像が綺麗どうこうっていうよりかはですね、あ、店を見ていこうね。あ、こうだ、店の中を見ればいいんですね。人通りはなくても店の中は混んでるっていうのがありますからね。ちょっとこう左側をずっと見ながら行きますからね。でね、何度も言うけどね、まっすぐ見るとですね、お客さんがね、ずっといるみたいに見えるんですよ。ここはどっちを見ればいいのか。あ、ここはまっすぐ行きましょうかね。どうだろう。ここがね、もうすぐね、山形屋。いや、やっぱ歩いて見るべきですね。こっち山形側に行ってみましょうか。いや、中には入りませんけど、電車通り側。ここはですね、
上の方にほら、もう屋根みたいなのが見えますよ。これはね、カナフアーケードといってですね、この山形が山とかに、あの近あれからですね、この前の向こうにあるバスが止まってるじゃないですか。あそこまでですね、雨の日もこう濡れずに渡れるってあれですね、作られたんですけどね。5月の連休、あんまりいらっしゃいませんでしたよ。はい、もう正直言いますけど、関係者の人が一番知っているはずですからね。やっぱこの現状を知ってもらうと、あれかも、あの対策がを練ることができるのかも。まあ自分が思いやですね、これまでもですね、皆さんね、一生懸命ですね、一生懸命されてきたと思うんですよ、このコロナ禍の中ですね。降って湧いたようなコロナ禍ですよ。半年ぐらいで終わると思ったのが4年もかかってですよ。でも今年のゴールデンウィークには、行動制限なしのですよ、旅行客、旅行ができますよっていう、あれが出た時はですよ、これまでの、負の部分を一気に取り戻そうということでいろいろされたと思うんですけどもね、今見る限りはですね、その結果が現れて、もう向こうはもう分かりますよね、向こうは分かりますよね、こっち行ってみます。それは意見化せないかんですよ、本当に。この納屋、ここ納屋通りって言うんですけど、私なんか若い頃はですね、若い時代も50何年前ですからね、あれが取材班がいるよ、取材班がいる。取材班を移すわけにいきませんからね。どうなんですかね、今年のゴールデンウィークどこに行かれましたかとか、そういう取材をされてるんですかね。あら、こういうところが閉まってるのがショックだな。ほら、薩摩揚げとかですね、そういうのあれされてる。ここ見極めしましょうかね。いや、私がですね、ちょっとね、元気がなくなったのはね、連休もこうだったと思うんですよ。いや、本当ですね、それはね、外からでも分かります。横を通り過ぎるときですね、私はこの車の中からですね、首をですね、ペッペッとこう左右に打ってですね、見るんですよ。大体はね、想像ができますからね、その時の絵がね。はい、ちょうどこれは一周してきたという感じですね。はい、このと、あ、さっきのほら、こっちの、ちょっと待ってくださいね。こっちが、マリアガーデンズ側ですからね。はい、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。